3対3、内側から1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び。スタートしました。優勝戦の第12レース、3番と4番がいいスタートを放ちました。さあ、1幕の攻防戦、逃げる1号艇の上田竜星、3号艇の木田峰幸がまくり刺して向こう正面へ。1号艇の上田、その懐から3号艇の木田、スタートは前提正常でした。1番と3番が先頭設定。さあ、1周2マークの攻防戦、優勝争い3号艇の木田が先行体制で回り、1号艇の上田竜星差してホーム直線コースへと折り返します。差しが入った。1号艇の上田竜星が先頭に立ちます。3号艇の木田峰幸2番手、3番手は4号艇の山崎と5号艇の松尾が設定。レースは2周目です。1マーク1号艇の上田竜星が向こう正面へ。3号艇の木田峰幸が2番手です。その後ろ3番手争いは4号艇の山崎哲平が一歩前、アウトから追走が5号艇の松尾博夢、さらに後ろに6号艇の宮野原幸喜、2号艇羽野直也となっています。2幕からホーム側、先頭は1号艇の上田竜星、2番手に3号艇の木田峰幸、3番手が4号艇の山崎哲平、上位3艇が1番、3番、4番。レースは最終周回です。先頭は1号艇の上田竜星、最後のバックへと抜けていきます。2番手に3号艇の木田峰幸、そして3番手4号艇の山崎哲平の外、5号艇の松尾博夢、最後のバックで並んできた4号艇の山崎のアウトから5号艇松尾。最終コーナーです。先頭は1号艇上田竜星、今年3度目の優勝が目前です。さあ、バースデーシリーズ嬉しい優勝で飾ります。最終コーナー折り返しました。2番手に3号艇木田、そして3番手は4号艇の山崎一歩優勢、まもなくゴール。先頭1番上田、優勝の五輪、3番木田五輪、4番山崎、5番松尾、6番宮野原、ラストは2番羽野五輪。以上、優勝戦前提ゴールインしました。優勝戦第12レースの確定は1着1番、2着3番、3着4番。以上でした。上田選手、おめでとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。